4位のセレッソ大阪、そして11位の長野、ともに5試合負けなしの両チームの対戦でした。セレッソ大阪はこのカウンターというのが一つ効いていました。12分のシーン、スルーパスに米沢が反応しました。ただここは阻まれます。そして22分のシーンは左サイド船木から、なかなかこのサイドからの仕掛けというのは多くなかったんですが、このチャンスにつながるとピンポイントで非常に精度の高いプレーがありました。その後長野は決定的なシーンが3度。このシーンはディフェンスに当たってというところでした。ただこれゴールキーパー茂木周が素晴らしい反応。29分のシーンでした。そして30分には長野の河合のドリブルからこのシュートだったんですが、ここは左サイドバックの船木がよく戻りました。長野の3度あった決定機防ぎ切ったセレッソが34分、大島のボールを奪って米澤がこのシュートです。この奪った後ゴールキーパー飛び出すのもよく見ながら技ありのシュートでした。ゴールキーパー田中の右をすり抜けていきました。そして後半やはりこの長野が押し込む展開ではありました。この場面はバンダイのシュート、相手のディフェンスの手に当たったようにこの映像を見る限り見えるんですが、ハンドとは認められず。57分のシーン、今日は右サイドのこの東が積極果敢なプレーがありました。ミドルシュートはしかしこれも茂木に阻まれます。68分のシーン、ここは東のワンツー、これも枠に飛んでいましたが、ここもまたしてもセレッソ大阪の茂木周が素晴らしいプレーです。ゴールを奪うことができない状況の中、80分です。フォワードの選手を入れて攻撃的なそのメッセージを送った大隈監督に中島のシュート、ここも粘って粘って山根の折り返しにゴールポストをかすめるという、非常にこの正確なシュートが決まりました。技術の高さを伺わせました。中島の今シーズン2ゴール目が決まって追加点。追いかける長野、左のサイドバックの松原をサイドハーフに上げて、ここでボールを奪ってクロスボールに途中投入の津田、ついにゴールが生まれたのが87分でした。89分、パワープレーを仕掛ける長野、ここは松原に渡ってシュートを打ちますが、これもゴールキーパー茂木が反応しました。